皆様は友人と喧嘩したことがありますでしょうか。喧嘩するほど仲がいいとは言いますが、果たしてそれは本当なのでしょうか。2006年に起きた忌々しい事件、その全貌を今夜はお話しします。本日なんですけども、友人同士の喧嘩が最終的に死刑判決までもつれた事件の概要でございます。もともと友人だっただけに少し切なさも感じるような事件になっております。ご視聴の後に何を思うのかコメントいただければ嬉しいです。詳細です。東大阪集団暴行事件。2006年6月に集団による暴行殺人事件が発生します。この事件の発端は、同じサッカーサークルに所属しており、仲の良かった藤本庄司、そして徳光優太の2人でした。まずこの徳光は同じサッカーサークルの18歳の女性と出会い、好意を持つようになります。しかしこの18歳の女性というのは、仲の良い友達の藤本庄司の恋人だったんですね。徐々に彼女の好意も徳光に移っていき、それを知った藤本の気持ちはだんだん怒りへと変わっていきます。5月15日、この2人は恋人の女性をめぐり殴り合いの喧嘩まで発展します。ここで収束するかと思ったのですが、ここから後戻りのできない展開へと進んでいきます。この日も彼女を奪った徳光は藤本に呼び出しを食らっていました。自分の友人の佐藤という方に相談し、一緒についてきてもらうことにします。現場に着くと、そこに待っていたのは藤本だけではなく、藤本を含む5人の男でした。2人は動けなくなるまで殴られ、しまいには5人のうちの1人よりヤクザとつながっていると脅しをかけられ、50万円を払うことを約束に、徳光と佐藤はようやく解放されます。ここでリンチを受けた2人は、到底50万円のお金なんか払えるわけがありません。そこで中学の同級生2人に相談します。するとそのうちの小林という男が、同級生の相談に、ヤクザなんか怖くもなんともないわ、上等じゃやったろうやないかいと言う伝えます。ここで小林の計画、土地勘により岡山県で犯行が行われます。徳光と佐藤は50万円を払いに行くと言い、藤本らを呼び出します。しかしそれは計画でした。運転手藤本、そして脅しをかけてきた男徳光、佐藤、この5人を乗せた車が出発します。ここで佐藤がトイレに行きたいから止めてくれと空き地を指定します。車が空き地に停車すると、別で待機していた小林らが車を取り囲み、藤本そして脅しをかけた男に対し、容赦なく血まみれになるまで暴行を加えます。彼らをトランクに乗せ、場所を変え、岡山県の産業廃棄物処理場へと向かいます。ここで運転手以外の2人は瀕死状態にありましたが、なんと来たまま埋められることになります。唯一解放されたのは無関係の運転手の男でした。口封じを約束に解放された運転手でしたが、警察に相談、事件が発覚します。ニュースを見て同級生から相談を受け、実行した小林は自首をします。その際、母親に、母さんどこで幸せでしたとメールを送信、また警察へ向かう車の中で、死刑にならんかったら出てこれるから長生きしたなと語ったそうです。そして2011年、裁判所は計画を実行した小林に死刑を宣告。相談を行った徳光と佐藤には8年と11年の実刑、その他メンバーにも重たい実刑が下され、この事件は幕を閉じたということなんですが、唯一警察も悩んだことで、なぜここまでして小林が加担したのか、もし殺しさえしなければここで終わっていたかもしれなかったということだったそうです。さらに当時世間では、死刑は重すぎるんじゃないのかとか、そもそも金銭要求を行った男の自業自得なんじゃないのかとかね、様々な意見が飛んでました。